しまった、入ってねえなと、そういえば。あ、やってしまった。前の別のカバンのポケットの中に入れてきてしまったぞということなんで、強制的にもう下道で行くしかないというルートしか残っておりません。いやー、これは失敗したな。もうそのまま天神の方に行った方がいいみたいですね。実際の交通規則に従って行ってみましょう。およそ50メートル先、右方向です。その先、右方向です。ここをまた右方向に曲がればいいですね。よしよしよし。右方向です。その先、右方向、入り口です。右方向、入り口です。ここが。大阪方面も右なんですね。気合い入れていきましょう。およそ200メートル先、分岐を左方向です。この分岐を曲がらんと大阪の方に行きませんってことですね。で、間違いと大阪ですからね。こうか、こうね。はあ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 、こうなってんだ。はい、よし、はいはい、よし。もうなんか止まってる。お、そんなとこで止まった。そんなとこで止まったか。ということは結局梅坂カーブを通らないといけないんですね。あそこはしんどいですからね。そう、結局やっぱこっちの方が全然なら天神まで出ちゃった方がいいみたいですね。うん、はいはい。いいところですからね、好きなところなんですけど、今日はちょっともう先まで行っちゃいますんでね。そう、夜の夜景もね、綺麗なんでしょう。奈良の街並みがパーンと大阪の方までね、スーッと見渡せる感じになってますからね。行きましたよ。この辺りから難易度の高い道になってきますからね。そのままのルートで頼むよ。言って反応するわけでもないんですけどね。あれオメガカーブですよ。そう、西名阪だと40分近く短縮できたらしいですね。いやー、これ ETC 忘れたの痛いな。初日というか前日からやられそうですけど大丈夫ですかね。6時までには出る予定ですから、ナイト8時間パックはどうせ使いますから。
あーっていうか12時までに入れたらあれか100円お得になるけど、でもねさすがにこれですよね。あー五日谷にまで来ちゃいましたね。天理インターまで行かずにね、手前で曲がっていた方のが近いです。あの大山津神社にね行く時にもそっちの方面から行った方のが行きやすいですよと、いうのは、以前ちらっと大山津神社行ってね、大和さんの結婚式かっこ仮を開いたっていうね動画のところでちらっと言ってますんで、よかったらそちらもねご覧いただければということでね。まあ、言うてね、動画の本数もね、800本近くサブチャンネル含めたらありますからね。それはね、この辺り界隈やったら話すネタあるわけでございますよ、うん、この先の方ですね。さあ、行きたいと思います。まあ、意外と天理東インターで降りること多いんですけどね。よいしょ、行ったると40分ぐらい早く着くよってことなんで、まあこれは全然高速使うメリットありのところなんですけどね。今回は単純な理由でございます。 ETC カード忘れてきちゃいましたということで、下道で行きたいと思います。で、こっからどう行きゃいいんだ。やらない、出ないけど、およそ300メートル先、分岐を右方向です。あ、右方向か。分岐を右方向です。どっち？左方向です。この道って細くなかったっけ？折り返しこれショートカットに使えずやーって思ったら思ったより細かった記憶あるんですけどね。およそ200メートル先、左方向です。いや、曲がれ。この先、左方向です。曲がれ。およそ200メートル先、右方向です。これまた高速に乗ろうって案内してるな。高速は乗らないよって言ったよね。その先、右方向です。無理。ね、いや細いでしょ。まあまあ細くなってきたでしょ。これ行ってんじゃん。おい。およそ300メートル先、左方向です。いやー、どっかで信号止まった時に確認したいんやけど、こういう時に限って信号ってうまいこと青になったりしますよね。よいしょ。あ、止まりそうかな。ああ、止まって。左方向です。その先、左方向です。ああ、やっぱインターに乗ろうとしてんじゃん。ああ、どっかで切り替えさんと。
いや、インター降りる、案内が出やんかった時点でおかしいなと思ったんですけどね。まいったなぁ。ほんと、こういう時に限ってね、信号、待たれちゃうんですよね。ゆっくり行って、そこをしのぎたいところですけど。あ、しのげそう、しのげそう。右方向です。24号やから、これは本当に右方向行った方がいいです。そうだな。完全に有料ロードでしか案内する気がないですね、ダビの方は。一般優先のルートが完全になかったことになってますね。まあまあ、 Google マップだとダメですね。やっぱここはね、忘れてました、私有料のねナビタイム入れてるんですから。なあ、ナビタイム使えばよかった、最初から。あ、ナビタイムに変えていこうと思います。よし、これ鼻は似てますからね。これ南行った方がいいな。今、司令塔南って言いましたけど、合ってますよね。今、東西走って、今、西に向かって走ってますよね、私。これで南に抜くはず、はずなんだ。鼻はどうで、和歌山の方面抜けれるんですから。アンド、アンドってどこ？怪しいな。これは怪しいな。電話かけたのね。大和郡、これで大和郡山に入りましたよと。大和郡山ってことは方角的にはそこまではずれてないですね。で、宮戸イカルガ、アンドってどっちだったっけ。ちょっと今のうちに、健康パークにやってきちゃいましたけどね。ダメですよ、私の健康のためにも。うまいこと岸和田に連れてってください。もしくは快活クラブ出してくれたらいいですよ。うん、そしたらもうゆっくりね休んでね、シャワーも浴びてね、さっぱりしたところでね、ちょっと早めの出発でねリカバリーしますからね。ああ。いつこの道、後ろからも車来てますからね。ゆっくり確認しながらっていうわけでも来ません。このペースで走っとけ、大丈夫かな。なかなか初見殺しな道ですね。あのまますると続くんかと思ったらさ、どんときになってるんですね。で、上がった方が良さそうかな。これ一回コンビニで止まった方がいいわ。よいしょ。軽な自転車道なんてあるんですね。方の方だから出てくるね。快活クラブ出てくるな。だいぶまだ先なんだけどな、あっちまで。もうそこの快活クラブいるか。 Google マップやっぱし、あれですね、こういう時に、うん、
工場。王子行ったらちょっと北の筋過ぎますからね。セブン寄ろう。よし、ちょっとセブン寄ろう。ちゃんと地図ソフトを揃えましょう。よし。よし。あと眠気覚ましも買おう。